それでは、まあ、林さん、なんか振ってくださいよ、林さん。林さん、なんか振ってください。本日のお礼と。わかりました。行きますよ。あそこ遠いところにいるんですけど、近くにいてもらわないと。あの、もうここから使いますけどね、動画的には。あ、これからがいいで。はい。じゃあ、はい。よく、はい、今日はありがとうございました。いや、ありがとうございました。ありがとうございました。お越しいただきまして。はい、おかげさまで、はい、あの、この長岡にもですね、レジェンド、キャプテンが来てくださいまして、はい、もうますます、この長岡が盛り上がるんではなかろうかという状況でございます。いや、本当にそうです、ね。もう今日はですね、こんなね、めでたい日にね、ちょっとキャプテンから一言お願いいたします。はい、めでたい日で、大丈夫ですか？いや、そうですね、まあ、自分のね、あの親がやっぱり、ね、出身が長岡であったり、親父は三条であったりとか、もうすごいね、新潟の違いが流れてるのは基本的には、そうなんですよ、だから新潟の違いですよ、間違いないんですよ。なんかね、そんな中に、まあ、長岡にコートができたっていうのももちろんあの情報で知ってましたし、あ、まあ、どういうとこだろうなと思いながらね、まあ、カフェであったり、ね、バーがあったりで、本当に行きたいなと思いながら、もう9年ぶりなんですよ。あ、9年ぶりですよ。9年ぶり。そうそう、いや、もう今思えばね、9年ぶりで、いや、いつかね、行きたいな、行きたいなって言いながらも、で、この間、あの大会でね、そういう流れがあったんですよ。横浜に来てくれて、あのね、一緒に席で飲ませてもらったりとか、だからやっぱり懐かしいなと、まあ、思いながら、いや、もうでもすぐにね、こう決断したのは、まあ、タイミングがすごい良くて、ね、うん、まあ、自分がこの日が近いってないっていうのもあり、で、さらにね、エスニックの内田さんはじめ、ね、そうですね、でも来るっていうタイミングがもう重なったっていうのも、まあ、これもね、本当にご縁だと思いますんで、ね、なんかこう自分がね、まあ、やってきたと、今、まあ、スカシャも34年やってるんで、いろんなところでやっぱりいろんな人と、ね、交流しながらここまで来てるんで、ぜひ長岡もね、僕もね、ふるさとだと思うので、第2の、そうなんですよ、ね、もうふるさとだと思うので、ぜひね、盛り上げていけるように、はい、今後とも、はい、ね、はい、皆さん、はい、まあ、そうですね、ね、彼女も大丈夫とってもらって、一緒にね、本当になんか新潟のスカシャちょっと盛り上げる、あ、そうですよね、もうきっかけにね、まあ、ちょっとなる。かなと僕も自身も思ってますし、ぜひね、あのコートを1つ、2つ、3つ、4つとかちょっとずつね、ぜひそうなればいいですよね、ぜひぜひ、はい、家を建てる時にさらに使ったことも一切建てちゃうといろいろね、まあ、撮影を立てながらなんかやったらいいなと思いますので、はい、今後とも、はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと入れてください。やってみますって Follow through も安定する。はい。